命名温泉を福島丸と命名する。嬉しいの一言ですね。実際ちょっと今乗ってみたんですけれど、まずでかい、新しい、これからもっといい研究ができるなっていう、まあ教育もそうですけれど、まずその船自身大きくなって揺れにくいってことは作業効率上がりますし、船の速度も少し上がってるんですね。なので今までと同じ日数でもその分だけ多くの項目が効率よくできるということですね。はい、やっぱり感無量という感じですね。最近よく SDGs って言われてますけども、まあ、海を豊かにという部分、飢餓をなくすとかそういうところでは活躍できるような、船ですね。ですので、まあ、そういう、船に学生が乗ってきて、まあ、いろんな仕事ができる、で社会貢献ができるような学生を育てていきたいというふうに考えております。北大水産学部が抱える2隻の練習船ですね、おしょろ丸とうしお丸という、今後この2隻体制でですね、水産学部の学生さんの実習研究などはやっていくことになりますので、海洋変動の調査、そして海洋環境の調査、そして海洋が与えるその、地球環境の問題までも含めて、調査できますので、ぜひ関心のある方は水産学部に、進学していただきたいと思います。お待ちしてます。